はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。今日のタイトルはですね、私が別にタバコって吸ってもいいんじゃないっていう思う理由をお話ししようと思います。まあこれはいろんな見方があるんですけど、私自身もタバコを学生時代に吸ってて、もうやめて20年近く経つんですけれども、そういう私だから言うのではなくて、本当に心底からタバコを吸っても別にいいんじゃないかなというふうに思います。で、一つですね、この動画を見ている人はご存じないかもしれないんですけども、私がまだ若い頃、泉重千代さんっていう人がいて、もうギネスで日本生まれの長者みたいな、120歳みたいなことでギネスにも載ったし、顔写真もマスコミで大々的に流された人がいるんですね。で、その人がですね、すっごいヘビースモーカーだったんです。その人がですね、いきなりスポットライトを浴びて、120歳ギネスみたいなのになるとですね、やっぱり親類がですね、親戚が結構ざわめき立ってきて、その泉重千代さんというのはすごいヘビースモーカーだったんですけども、もっと生きてもらわなきゃ困る、もっと長生きしてくれなきゃ困る、健康にいてくれなきゃ困るということで、タバコを寄ってたかって取り上げちゃったらしいんですね。そしたらほどなく奇跡に入ったというようなことなんですけど、それから考えると、タバコそのもの自体をピンポイントで、統計学的に解析する、無機質に解析すると悪いことがいっぱいありますし、いい、タバコを吸ってもいいよ、肌にいいよなんて私は口が裂けても言えないんです。悪いことだらけで、タバコは百害あって一利なしというものが、これは無機質な科学的な客観的な答えなんですけども、一方個人というところを見るとですね、この泉重千代さんみたいな例を見ると、別にその人からタバコを取り上げることはなかったんじゃない、後出しじゃんけんみたいな感想なんですけども、この泉重千代さんからタバコなんて取り上げてよくなかったんじゃないのっていうのも、私がその20代10代か忘れたんですけども、すっごく強烈に思った感想でもあるんですね。で、この話というのは、私が医学部に行くとだんだん理屈が分かってきて、個人にスポットライトを当てた話と、疫学的にサイエンティフィックに全体を見る話というのは、時にはすごく相反する事実が出てきます。例えばタバコというようなものというのを、全体疫学的に見ると、これを公衆衛生学的な見方っていうんですが、公衆衛生学っていうのは、ちょっと脱線しますけど、医師国家試験に必須なんですね。内科外科の他に必須で公衆衛生という見方をしなさいっていうのがあるんですけども、ちょっと話がそれましたが、その疫学的な見方でタバコを見ると、もう百害あって一利なしという結論しか出てこないんですね。タバコの有益な情報って出てこない、そうですね、出てこない、全く出てこないんですけれども、ただ個人として見ると、この泉重千代さんみたいな例というのはちらほら出てきて、本人にとってはストレスだった、自分の生きがいを奪われたみたいなことにはなる、そういう視点からするとですね、別にタバコを吸うことをやめてまで何かこう美肌に邁進するっていうのは、ちょっと考えすぎなんじゃないのかなというふうに思います。同じようにですね、紫外線っていうのはシミを作ったりがんになったりする、これは紫外線っていうのは基本的にはもう医学的にはコンセンサスが得られてます。 UVB というものは、基底層に働きかけて、日光角化症、全眼病変を作るっていうエビデンスもあるので、紫外線は浴びない方がいいんですね。もうこれは疫学的に見ると、浴びない方が肌が綺麗で、がんのリスクも低いっていうのは疫学的にも絶対真実なんですけども、じゃあ個人に落とし込んでみると、その紫外線というものもですね、例えば私が相談された時に、私ゴルフが大好きなんですけれども、やっぱり美肌のためにやめた方がいいんですかねって相談されたことがあります。これ実話なんですけども、その時に私が答えたのが、いいんじゃないですか、紫外線バリバリ浴びてゴルフ楽しんでくださいよっていうことを私が言ったんですよね。で、それは今の泉重千代さんの話とも非常にオーバーラップしてて、疫学的に全体として見たら紫外線というのはダメですよって話をする、それを個に当てはめるっていうのは、なかなかやってはいけない話だと思う。だからその人はすごく喜んで、わかりました、じゃあ日焼け止めをたっぷり塗ってゴルフは楽しんでいいんですねって言うから、そりゃいいんですよ、もちろんいっぱい楽しんでくださいっていうふうに言って返した覚えもあります。ですので、これは全体の話、疫学的な話か、それとも個人に落とし込んだ話かっていうことは、やっぱりよく見極めた方がいいのかなというふうに思います。ですので、タバコというようなことを単純に
切り出すと疫学的な話か個人の話かっていうのはちょっとわからないので、今回はですね、個人にとってそのタバコというものが非常にこうストレスを緩和させる、自分の生活に潤いを持たせるものであれば決して禁煙をする必要はないと思います。で、まあそれは禁煙できるのであればいいんですけども、あまりにもストレスフルなものであるならば、極論なんですけども禁煙はしなくてもいいのかなっていうことは、もう率直な私の感想になります。ですので、タイトル通り、まあスキンケアをやっている専門家が別にタバコは捨ててもいいと思うよっていうことは、こういう理由になります。まあ同じように別に紫外線浴びてもいいんじゃない、楽しいことやればっていうことも言いますので、まあだからといって漫然と罪悪感を感じながらタバコを吸ってるとか、漫然と罪悪感を感じながら紫外線を浴びてスキンケア UV ケアをしないっていうのは、これはもってのほかなので、それはすぐに直しましょうっていうことは言いますけれども、まあ今言ったようにゴルフが好きだったらどんどん日焼けしてください。ただし日焼け止めクリームは忘れないでねということは言います。まあ、今日はですね、別にタバコを吸ってもいいんじゃない、まあ、個人の楽しさというものは個人で決めて個人で決定していく、まあ、自分自身の人生ですので、人からこうしなさい、禁煙しなさいとか UV ケアしなさいというようなものではないというふうに思ってますので、今日はちょっとこの点についてお話しさせていただきました。小野さん20年ぐらいじゃないですか。吸ってないですね。吸ってた期間はこれ言っちゃっていいの？はい、常用しだしたのはカットですね。40前半ぐらい、まあ、20年以上は吸ってたね。片山がいるじゃない。肌の再生用って俺が日本に初めて導入したじゃない、うん、それを継続して15年間やってるのって、今真面目に盛る話じゃなくて日本に一人じゃない、それだけやってるのって。だって片山が私禁煙するんだって、お前無理無理って言って絶対するって言うから、いいよお前禁煙したら何でも好きなもの買ってやるよって言って本当ですね、じゃあパテックフィリップを買ってもらいますって言って、いいよって言って、もうその勢いで俺もやめちゃったね。もう意地みたいなもんですね。なるほど、うん、対戦相手作ったんです、ね、そうなるほど、向こうも意地になってるから、こっちも意地になってそのまんま。あ、じゃあそれは総称が北条さんも禁煙したからパテックフィリップは怒らずに済む。そうパテックフィリップはなしになったのね。お前ができるんだったら俺もできるよって、俺ができなくってお前ができたらパテックフィリップ買ってやるみたいな、そんな感じだったのかな。山本さんが未だに夢の中でタバコ吸っちゃって、私も見る多分伊坂君も禁煙したとしたら一生見ますよ。だってもう禁煙した人から全員それ聞きます。聞くこれサンプリングバイアスかなって思ってるぐらいなんですけど、違うすっごい罪悪感で起きるの。やっちまったみたいな、あ夢でよかったみたいな、そう1年に 1,2 回は見るかな。いや、ね、結構見てますよ、ね、見てる、まあ、でもその依存性はタバコが一番っていうよね、麻薬よりも依存、精神的依存っていうのはタバコが一番で、肉体的な依存はないのね。肉体的な依存があるのが覚醒剤。